はい、こんにちは、さくらです。ここから2人の会話を、皆さん一緒に聞いていただけたら嬉しいです。とてもメッセージ性がある動画になると思うので、よければ最後までご覧ください。がんになってからの治療歴、うん、簡単に教えてください。はい、まず、まあ簡単に言うと手術をして、手術したらおしまいって思ってたんだけど、実はその後に抗がん剤治療が待っておりまして、抗がん剤治療も半年やりゃおしまいって思ってたんですが、実は1年半続きまして、一番卵巣がんに効くって言われている TC 療法を、まずワンクールやったところで、アレルギー反応が出てしまい、そう、全身にね、ジンマシンが出ちゃったのね。で、顔も腫れて、手のひらにまで、ジンマシンが出ちゃって、で、口の中と。で、あ、もうこれは先生使えないっていうことで、ワンクールでやめました。で、次に CPTP 療法っていうやつが、シスプラチンとイリノテカン。イリノテカンを毎週続けて、毎週やって、最後の4週目にイリノテカンとシスプラチンを両方やるっていう。抗がん剤をやったんだけど、それするともう嘔吐が激しくって、抗がん剤やったその日からもうゲーゲー吐き出しちゃって、で、その時ももうご飯も水も一週間取れなかった。食べれなくて飲めなくて、一週間水分全く取れなかったので、脱水症状を起こしちゃって、体が硬直して入院しちゃって、っていうことがあったので、それはもう使えないからやめましょう、っていうことでやめました、はい、でその次に臨んだのが GD 療法っていうゲムシタビンとドセタキセル。ドセタキセル、よく聞きますね、それを5クールやりました。それは5クール、アレルギーなしでいけた、アレルギーがそれも全然ね大丈夫だったのね、っていうのが最初の TC やってアレルギーが出た後でもうこの人はアレルギー体質っていうのが分かったみたいで、先生ももうアレルギーの薬をずっと飲み続けるのと点滴にずっと入れてもらっていて、それで対処できたっていう感じ。そういう対処法があるんですね。なんかね、やってもらえて、その時も全然アレルギーが出ずに大丈夫だって で、まあ味覚障害がとにかくすっごいひどかったのね。それはドセタキセルの味覚障害、だと思う、ずっと味覚障害はもう化学療法やるたびにずっと出てたんだけど、このドセタキセルやるこの GD 療法っていうのがとにかくひどくって、味覚障害が石油を食べてるような感じ。石油の味がすごいして、それはきついかも。それもね、で最初自分が味覚障害っていうのに気づかずに、回復期にケンタッキーに行ってよし、ケンタッキー食べるぞと思って頼んできて、一口食べたら石油の味がしたからもう、これ絶対なんかお店側がおかしいわって、もうね、おばちゃん特有の人のせいにするみたいな。でお店に、すいません、これちょっと味が変なんですけどって言っちゃって、で申し訳ございませんって言われてで新しいのを出してくれて、それ食べても同じ味がしたからあ、これ私と思ってごめんなさいと思いながらそういう味覚障害をごクールやって、で CT を取ったんだけど結局終われなくって、で次にまた TC 療法をもう一回チャレンジしようかっていうことで、まず6やって CT で確認したけどやっぱりダメで、でもう3クール、やって合計9クール、をやりました。で私全て吐き気に出るみたいで、もう吐き気がとにかくずっとひどくって、でとりあえず9クール続けて、それでもやっぱり CT の結果が良くなくって、で今度ドキシル、ドキシルね、をやりましょう。ドキシルは髪の毛抜けないよって言われたからもう嬉しくってそうで、やった髪の毛抜けない抗がん剤があると思って嬉しくってやったんだけど、2クールやった時点で CT かけたら
もう増大してて、がんが。もうダメって言って、使えないって言われて、そう、最後の入りの手間オンリー。まず、うん、それだけ、もうそれが最後の抗がん剤ですって言われて、うん、はっきり言うの先生が。そう、はっきり言われた。うん。もうちょっと抗がん剤はないって。で、私、その血栓があるために、使えない抗がん剤ってあるみたいなのね。うん、だから他の人はそう使えても私には使えないっていうのがあったから、うん、まずもう抗がん剤はこれでおしまいって言われて、でそれ1回だけ試したんだけど、もう吐き気が1週間ずっと続いて、毎週 3回打たないといけないので、毎週毎週打つから1週間吐き気が続いて、ご飯食べれなかったら元気になる時期がなくなっちゃう、っていうことで抗がん剤やめました。やめた、うん。これが私の治療経歴です。治療経歴。余命宣告された時って、その診察室の中ではどういう感じで流れで言われちゃったんだろうっていうのが気になります。うんうん、ああ、そう、そうよね、うん。私も生まれて初めて余命宣告されたから。そうですね、そうですね。うん、当たり前なんだけど。なんかテレビで言う なんかすごい深刻な先生、うん、私はいつまでみたいな感じをすごく想像してたんだけど、うん、結構先生もさらっと言ってくれて、うん、でも私先生のこと実は本当にすっごく信頼してて、主治医をこの先生がもう治療これ以上ないって言うんだったらないんだってもう思うぐらいもう本当にすごく信頼してるのね。でもし万が一治療あったとしても、うん、でも私には合ってなかったのかもしれないって思えるほど、うん、本当にもう先生至れり尽くせりしてくれる先生だったから、うん、CT を取って結果をいろいろ説明してくれて、うん、まあ、結局その抗がん剤やったけど、うん、全然こう小さくもならずに反対に大きくなっていって、うん、でリンパにも飛んでもういろいろ遠隔転移してしまってるっていうお話を伺って。で、うん、このまま、小さくならずに、進行形のがんだから、このまま進んでいくと、あと6ヶ月ですね。で、その時は、6ヶ月って言われた時は6ヶ月ですね。って言われて、うん、6ヶ月みたいな。え、え？って先生、え？先生、もう一回お願いします。うん、6ヶ月ですね。で、あ、6ヶ月。それが5月だったのかな ?5 月で、6ヶ月だったら、お花見できないやんって思ってしまって、お花見がすごいしたくて。お花見ね。そう、うん、お花見したいと思って、あ、お花見できないか、そっか、6ヶ月か、っていうような、結構気持ち的にはそんなに、なんか、ああ、もう死ぬんだっていう気持ちにはそんなにはならなかったの。で、今度、その治療、まだ、それでも治療しますって言って、治療を1回だけやって、うん、でも、やっぱダメだってなって、先生も治療をやめたいっていうお話をした時にも、もうこのまま治療をやめていくんであれば、余命は3ヶ月前後ですって言われた時に。うん、話の流れで？そう、話の流れで。告知と一緒ってこと？そう、もう本当に、もう本当に告知みたいな感じで、あと、そうですね、余命が、まあ、3ヶ月前後ですねって。ああ、そっかーって、いや、でもちょっと待てよって、私がよくテレビで見たりとか、いろんな話を聞く余命3ヶ月の人って、うん、結構大変な状況の方が多い中、私、全然大変じゃないしと思って、まだ先生大丈夫大丈夫私はってそんな気持ちでございました。先生にとってみたら多分拍子抜けしたんだろうなと思うけど、でもやっぱり先生もいろいろこう考えながら、うん、ちょっとこう詰まりながらも喋って本当にいい先生だから、うん、なんか多分ショック受けるんだろうなと思いながらの告知をしてくれたんだけど、そこで余命宣告されると思ってないけど、うん、言われたんだよね、うんうんうん、そうそうそう、一番最初のそう、その6ヶ月って言われた時はまさか余命宣告されると思ってなかったから、うん、ちょっと短いやんどうしようって
お花見できへんやんっていうのが本当にそれがすごい、うわどうしよっかなって。でもその時はちょっと死やっぱり死ぬのかなっていうのが頭によぎったんだけど、うん、2回目のその3ヶ月って言われた告知に関してはもう全然、うん、なんかあさっきこの間より短くやっぱり短くなったなと思って、あでも元気だし、うん、裏切るぜみたいな裏切ってやるぜみたいな強くなってるそうね、やっぱり同じことをこう言われると人って慣れるもんだな多分他の人ってもっと大変なんだろうなって、私なんか本当に、うん、まだ軽くて、うん、苦しんでない分すごく私で、うん、恵まれたなってすごい思う、うん、抗がん剤治療、うん、今もうちょっとね種類がないって聞いて、がんになった人っていろんなことをねこう、うん、すがりたくなったりとか、いろんな治療を見つけてきてこう先生にお願いしたりとかするんだけれども、うん、エリカさんにとってはもう標準治療以外のことっていうのは頭になかったのかな。うん、考えなかった、うんうん、なんでかっていう、まず主治医を信頼してたから、うん、とにかく本当に主治医を信頼してて、主治医がもうないって言うんだったらないんだって、うん、そう思えた。もしかしてあるかもしれない、うんうん、一生懸命探して他を当たってみてやったらあるかもしれないけど、なんかそこまでする気も起きなかったかな、うんうん、とにかく私はすごい主治医に恵まれたなって、うん、いい主治医に出会えたっていうので標準治療以外は考えなかった、うん、はい、皆さんここまでご視聴ありがとうございました。終末期を迎えて余命宣告を受けて、それでもなお前向きに明るく元気に過ごしている私の卵巣がんのお友達のエリカさんをお迎えして、たくさん重い話、ヘビーな話もあったんですけれども、皆さんにメッセージが伝わればいいなと思っていますここまで見ていただいた皆さん本当にありがとうございました。では皆さんまたね、ありがとうございました。